自主練するピッチャーたちの中に、見覚えのあるあのフォームのピッチャーが。ちょっと見とれてしまいました。まんまだね。まんまで何回見てもまんまだね。やっぱ投げ方似てますよね、吉野さん。参考には、参考にイメージしてることを聞いてみて。なるほど、まあ、それを自分にアイバルで実際に山本由伸投手に投げ方を教わったこちらのピッチャー、西浜雄星投手。2022年育成ドラ1でオリックスへ入団した選手でした。どこ一番大事にして投げてますか？全身を使う感じで前に。もともとは全然違う投げ方だったんですか？はい、もうすごい力でだけで投げてる、はい、あれだったんですけど、はい、長く続けられないなと思ったんで、はい、どんなことしてるのかな聞いてみました。しかしシーズン途中にフォームを変え、これからといった思いとは裏腹に、昨年末1年目ながらにして戦力外通告。そんな西浜投手、今年新球団クフーハヤテベンチャーズ静岡に入団。他にも NPB を経験したピッチャーたちが在籍し、またコーチとしては中村勝さんが就任。そんな中、異色の投手が。え、僕らの YouTube 出てますか？1回目と2回目出て、はい、決勝いました。いました。あ、マジですか？はい。一体何の話かというと、約5年前に行われた日本一の強肩を決める大会に出場していた選手だったんです。すげえ助走つけてる。キャー、おー、強肩を披露していました。当時大学生、現在マックス150キロまで成長。トライアウトを経て今年早手に入団していました。高校軟式で大学はこれで独立まで行き、ここにいるという希望の星ですね。はい、まさかの再会に感動してしまいました。さらに昨年まで DeNA でプレーしていました田中健二郎投手の姿も。一つの流れでここからあのリリースまでなんか止まるとかじゃなくて、でも私なんかそこがやっぱうまく合わないんで。明らかにえぐいボールなんですが、なぜこれで1年で戦力外になったのか。まあ、あんま夏頃ですか、8月とか全然調子すごい悪くて、怪我も結構長くて、あんまチームとその一緒にやってなかった時期が多くて、まあ、最後の方10月9月の終わりとか結構良くなってたんですけど、まあ、いっぱいピッチャーもいるじゃないですか。だから自分くらいじゃなかった。オリックスじゃダメというか、あれかなと思って、
はい、そんな気はなんかずっとしてたんですけど、優秀な投手がどんどん出てくるオリックスだからこそのレベルの高さ、厳しさを感じます。しかしその後ギアを上げた西浜投手の球はどんどん凄みを増していきます。悪くない冒頭だったんです。質のいい冒頭。垂れてこういうよりな全然冒頭で OK みたいな。嫌だったっす。撮ってるとその怖い。押されるし、軌道のギャップがある。あ、何年ぐらいを見据えてるんですか。今後の目標って。戻れるのであればもう5月4日というの。ああ、戻りたいですし、できるのであればまあ行けるまでと。マックスも全然まだまだあるみたいです。へえ。明るい感覚もありますか。はい、まだ全然その、まだこんなんなんで、毎日、ちょっと積み重ねていきたいです。6号まで。6、6、6、6、7。まで行きたいですね。そうですね。はい。古巣、オリックスへの思いも語っていました。古巣さんってことは、オリックスは、はい、当たる可能性が。はい、そうですね。みんなにはまた会えるの楽しみなんで、3試合ぐらいしか僕も投げてないんで。投げて勝ちたいです。日々感謝って思ってたんですけど、はい、日々じゃなくて常に常時感謝。もう生きてるだけでも本当幸せですけど、さらにそのなんですか、野球まで好きなことまでやらせてもらえるというのは、はい、この上ないと言いますか。その贅沢言ってられないです。本当に幸せです。戦力外を受けたからこそ気づけたことがある。西浜投手の挑戦に注目です。そして新天地静岡で再起を図る、再挑戦する男がいました。いや、もう引退はかなりもうかなり思いましたね。もう無理かなっていう。そして何かと去就が注目され続けてきた元 DeNA 選手の姿も。新球団ハヤテとは一体どんなチームなのか、今後さらに深掘りしていきます。皆さん、アッパレの新しいアパレルグッズできました。